機エアドッグ。ポンちゃん、ポンちゃん、おいで。ポン、ポンちゃん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 、おいで。あ、だいだいだい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、おいで、ポンちゃん、来ません、ポンちゃん来ません、じゃんけん、そしてポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで、ここおいで、二人でここに、どうぞ。ですね。ねえ、ポンちゃん、ジャン君。ねえ、ジャン君。ブラシがいいね。ポンちゃん。ポンちゃん、おいで。はい。ポンちゃんがおいでって言ったのにこの上に来なかったので、こういうものをお見せします。あ、ナイチじゃなくて猫、猫あ、この辺なのちょっと貸しましょう、かわいい、はい、猫、あ、もうちょっとしたかな、猫でございます。これいただき物です。どうもありがとうございます。ゆっぴったりと来ていただくために 3LO ということで、 XLO ということですが、実は今太ってぴったりぴったり来ています。ちょうどいいかもよ。あ、ぽちゃん、はい、猫に猫、あ、ちょうどいいね、猫来ました。ぽちゃんにそっくりな子がいるよ、ここにほら。はい、じゃあ猫に、猫、猫の、はい、これはコーヒーです。ありがとうございます。いっぱいいただきました。もうちょっと上に向けると、あ、明るくこんな感じ。いや、いい。大丈夫？はい。そして、これは？これはね、ヨーグルト、食べる麹。
へー、もっと美味しく食べる麹。はい、どうぞ。ポンちゃん食べる？これヨーグルトに入れたりすると美味しいらしいよ、ポンちゃん。ありがとうございます。そしてキノコとカエル、カエルが少し面白いデザインだね。ちょっといい感じだね、うん、のこれブローチだよね。そうだね、はい、私がブローチ好きだからだね、きっとね。そうです。そしてちゃうぞ、ひつまぶし、茶漬けの素。ひつまぶし茶漬けが作れる。うおお、高級。贅沢やで、ポンちゃん。そして韓国海苔スープ、海苔がふわーってなるからね。ね、美味しいよね。はい、あ、ちょうど開いた。そして甘栗の、これはケーキだね、うん、焼き菓子。そうだね、という方です。美味しそう。パウンドケーキ、美味しそう。いただきました。そしてまたブローチ、うん、何それ、花だね。あ、本当だね。はい、これもここだ。ありがとうございます。これ後ろ、なんかゆらゆらするんだ、うん、そして、これもブローチではなくてワクチン接種済みのバッジです。またもらっちゃった。ちょっと小さめになってるから、これマスクにつけられるんだ ね。はい、まあ、目立たぬ程度に、接種してない人を差別に追い込まないくらいのいい感じだとは思います、うん、はい、はい、そしてマスク、霊感マスクね。あの霊感っていうのはお化けが見えるんではなくて、ひんやりするという霊感。いやー来た、また黒いのが来た。これ普通の方、はい、あれなのね、紙ってなんていうの、うん、不織布ね。不織布なのに霊感なんだね、はいはいはい、へえ。いろんなものが開発されてきています、うん、すごい。そしてにゃんこの柄かわいいし、これね、最近よくガーリック、なんだっけ、ニンニクのチューブとオリーブオイルで黒犬はトーストにこう塗るやつ作って食べたりするんですが、うんうん、これバターソースだからもっとうまいよ。コクあってね。美味しいよね、はい、どうもありがとうございます。これが今日のいただき物でした。どうも、うん、はい、ポンちゃん、ポンちゃんと奥にジャンク。今日のポンちゃんチェック早かったね、うん、なんか広げた途端に走ってきたね。ポンちゃん、ニコだね、ポンちゃん。そしてその箱に乗るのね。こんな感じか。あ、見てるよ。はい。ポンちゃんを見上げてます。ポンちゃんかわいい。ポンちゃんにもこれつけてあげようか。かわいいね、これちっちゃくて。はい、どうぞ。にゃんこ用もあればいいのにね。ということで、後ろにはジャン君もいました。ジャン君も見てるだけ。ジャン君チェックは見るだけでいいの。そうね、いいな。乗るのはポンちゃん ね、 だね。お魚の時だけ顔突っ込んでたけどね、この間の干物の時ね。あ、ジャン君が先に顔突っ込んだからね。あれ、ポンちゃん、あ、びっくり、びっくりした、びっくりしちゃった。あ、いい、あ、戦わないでね。仲良くね。ちょっと収集つかないですけど、ありがとうございました。このような、うん、入れるよ。ポン、どうぞ。ポンちゃんおいで。はい、ポンちゃん、はい、おいで。はいはい、はい、ポンちゃん、おいしい。うん、甘えんだらこっちおいで。おいで、ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ちゃんと二人の間に入ってくるしね。ポンちゃん、ポンちゃん。ちゃんと甘える子になったね。ぽんちゃん、ぽんちゃんかわいい。見てたね、ぽんぽんちゃん。ぽんちゃん撫でられるの大好きだよね。うん、
結構ジャン君より長く撫でられてる時とかもあるよね。あんまり嫌って言わないのに途中でもういいって言わないのに